オッケー、部屋片そう。定番さん YouTube 了解です。YouTube チャンネル登録やらせて。角のある笑顔、和道旅団、角のある笑顔、北海道支部長さんはドツ、アスタリスクの、佐々木純さん OK。アットマーク角のある笑顔、和道旅団、角のある笑顔、北海道支部長さん、解放さんにやってもらわないの、バラ。ダミニャンさん、スライム増えてますね、ドット、アスタリスク。イッツさんはドツー。買い物行って帰ってきたよ。お金下ろして、今日は給料日だ。みんな1ヶ月間ありがとね。お疲れ様です、みんな。どっちさんはど。みんな1ヶ月間お疲れ様。来月も頑張るぞ。来月も頑張るぞ。みんなで頑張ろう。気合だ気合。ダミニャンさん、掃除終わったら美味しいものでも食べに行くの。いや、ラーメン食べてきたね。お腹はいっぱいだよ。とりあえず釈迦のご飯買ってきて、釈迦のご飯をこうフル充電して、これがカルシウムとビタミンとお米とか泡とか冷えとか麦とか、これがだいたい2ヶ月分のご飯ねえさ。あとウェブカメラ買おうと思ってたんだけど、ウェブカメラダメだったね。あとスマホスタンドとかね、スマホクリップ買ったりとか、いろいろ大変だったよ。何にゃいらっしゃい。角さん、アットマーク、角のある笑顔、和道旅団、角のある笑顔、北海道支部長さん、みんなで頑張ろうね。ねえ、みんなで頑張ろうね。来月も。亀さん、風船をプレゼントしました。亀さん、風船プレゼントありがとう。結構持つんだね、わら。そうだね、2ヶ月ぐらい。2ヶ月分で1200円。だ1ヶ月600円だね、シャカちゃんのご飯は。ガブータツヒコさんはドツです。はい、タツヒコお疲れ。うまそうなラーメンとチャーシュー丼でしたね。いや、まずかった。俺は苦手だった。あのね、タツノヤっていうラーメンがうまいんだよ。あと高麺が好きだね俺は。あと一蘭とかダメだ。ギトギトすぎてダメ、俺には合わない。ゲビー、マイクのカメラの位置どうしようかな。あとね、あのウェブカメラを、アットマーク、角のある笑顔、和道旅団、角のある笑顔、北海道支部長さん KP。 あの
はい、ワドツ。みんなワドツ。アクションカムっていう6万円の、ほら、昔いう CCD カメラが売ってんの、今 4K でここにつけたりとか、自転車につけたりするの買えんのね。で、それを買って、ウェブカメに転用しようと思ってたの。要は 4K の動画で撮ろうと思ったんだけど、ソニー使えないよね。要は、ハンディカムみたいにアクションカムとしては使えるんだけど、パソコンに接続して使えなかったんだよ。で、ダメだと思って、結局買ったのがロジクールだね。6万円のカメラの出費がさ、まあ、1万円に収まったからいいけど、結局映画撮るんだったらこれだな。定番中の定番、もうインターネット配信者の定番のロジクール買ってきました。もう4つ目です、これ。これ1万さ、1000円のカメラさ、もうこの4年間で4つ目だよ。だから今使ってるカメラより画質良くなるから。試してみる？どれくらい画質良くなるか。見たい？みんな。すごい良くなるよ。画質。どれくらい違うのか。ビフォーアフターで試す。見るかい？早速開けちゃうよ、もう。果たす前に。試すっていうか、まあ、元の、前の、俺の画質に戻る感じ。壊れやすいっていうか、俺ほら、普通の人の使い方じゃなくて、毎日毎日使うでしょ。だから、なんて言うんだろう、壊れるスピードが速いのよ、人より。そりゃそうだよね、毎日毎日バカみたいにこんなさ、1日10時間以上配信やってたら壊れるわな。だから壊れやすいってわけじゃなくて、俺の使い方がヘビーだから、壊れちゃうんだよね。まあ、これしょうがないよね。職業消耗品みたいな仕事道具だからね。しょうがないよ。はい、マカヨン、こんにちは。みんな月末なんで、アイテムで応援よろしくお願いします。月末なんでね。そうそうそう。要は、普通、そんな壊れやすい機材じゃないよ、正直。普通に使ってれば普通に持つんだけど、無理だよね。使用頻度が高すぎるから。使用頻度の高さについてこれない。マコヤン風船15個ありがとう。それはまあもうしょうがない。で、なんかね、いらないんだけど、三脚がついてくるって言われたね。ちょっと高い方買った。一応、スペックは変わらないやつ買ったんだけど、スペックが変わらなくて二つあったんだけど、スペックの高い、要は、4000円ぐらい高い方買ったのね。そしたら三脚がプレゼントされますって書いてあったけど、いらないんだよね、三脚なんか。三脚いいやつ持ってるから。参っちゃうよ。ミニ三脚。あ、いいでしょ、1時間だったら。俺がさ、ほら、雑談に集中するタイプだし、みんなロムって聞くタイプのね、リスナーさんが多いから、どうしてもね、アイテムで会話が途切れるのが、やっぱり向いてないと思ったの。だったら1時間に1回さ、アイテム投げてもらうっていうのが一番いいなと思って。で、そういうスタイルに切り替えたんだよね。多分ね、今の画質覚えといてみんな。今の映像覚えといて、全然違う画質になると思うから。まあ、元の画質だっていうか、ニコ生時代の画質に戻ったって多分思うはず。みんなは。ニコ生から知ってる人はね。ニコ生の時に使ってた機材と同じスペックのやつ買ったんで。ただね、もうちょい画質頑張りたかったんだけどね。無理だったわ。やっぱ6万じゃ無理。これ以上の画質求めるんだったら。だから深夜庁とかも結構頑張ってるけど、オーバースペックっていうかね、無理なんだよね。ちょっといろいろ考えていくわ。スクショを取っておいてよ、じゃあ。よいしょ。多分、ガラッと変わったことあるよ。ガラッと変わると思う。印象がね。画角が綺麗なんだよ、こっちの方が。カメラ、こっちのカメラの方が。今使ってるのはマイクロソフトの、出してるウェブカメラで最高のやつなのね。マイクロソフトが出してるやつで最高級のやつなの。それでも5000円ぐらいなんだ。
こっちの方は1万2000円のカメラだから、相当画質良くなるよ。さてと。スクショ撮った？じゃあ行くよ。ちょっと一回映像切るよ。コツが差し替えるから。ちょっと待っててね。じゃあ撮っといたね。よいしょ。しばしお待ちを。ちょっと待ってて。音が聞こえてるでしょ？で、これを挿して、よ。で、カメラ切り替えようか。声は来てるよね。まあ、多分ね、もう印象、見た目の印象でガラッと変わるから、すぐわかると思うけど。やっぱね、ロジクールが定番なんだよな。もうこれに勝てるカメラない。正直。ウェブカメは、ロジクール、鉄板。ただね、光学のワイドがどれくらいで出るのか、もう一回改めて。じゃあ行くよ、みんな。新しいカメラ、起動するよ。これかな？ほい。あれ？あれ、なんか画質悪くなってない？あれ？画質悪くない？ちょっと待って。あれ？画質が悪くなってる。あれ？さっきテストしたんだけどな。ちょっと待ってね。調整、多分微調整の問題だと思うから。なんか悪いな。なんか悪くなってるな。どう？え？なんか悪くなってない？こっちの問題か？どう？みんな。あれ？あれ？どう？あ、動きは滑らかだな。ちょっと暗くなったね。でも動きはまあ滑らかになったか。なんか、ちょっと待って、映像フォーマット。あれ？ちょっと変だね。有意識空間。確かに。あれ？なんだろう、俺も思ってたの全然違うんだけど。おかしいな。ちょっと待ってね、今合わせていくから。暗くなるな。ちょっと期待外れだね。ちょっと待ってね。制御。暗いよね。あれ？ちょっと待ってね。おかしいな。俺もちょっと戸惑ってるわ。あ、ちょっと待って、今ブロックするから。なんか微妙だな。あのね、多分ね、ライトの加減なんだろうな。これをこっち側に向けると多分変わるはずなんだよね。
暗いな。うん、まあ、これで行くわ。むしろ悪くなったんじゃないか。多分ね、ライトの関係だと思うんだよな。ライト。これで行くしかないかな。確かになんかちょっと変だね。なんかごめんね。なんかごめん。すまねえ、みんな。こんな感じだわ。うん、俺もちょっと、なんだろう、蛍光灯のライトが暗いのかな。なんかごめん、みんな。新カメラでした。ああ、デバイス入れてないからなんかな。いや、まあ、十分綺麗っちゃ綺麗だと思うんだけど。なんか、しかも、もやがかかってるし。なんだ、ここのもや。マジか。まあ、しょうがねえか。うん、いや、テストしたときそうでもなかったんだけど、インストールしてないかもしんない、あれを。そのカメラの制御するデバイスを入れてないからかもしんない。うん。インストールするか？後でインストールするか、じゃあ。まあ、綺麗は綺麗だと思うけど、思ってたよりも、そんな5000円のカメラとそこまで変わらないっていうのがちょっとあれだったんだよね。なんでなんだろう。ね。ちょっとこの際だから設定少しいじらせて。キャンパスがこれで、120で。あー、なるほど。後で変えるしかないんだ。調整が必要だね。まあ、これで映画撮るわ。とりあえず。あ、ちなみになんだけど、音もう一回変えさせて。お疲れっす、細田さん。こっちと音どっちが綺麗？今、マイクも切り替えをしたんだけど、音はどっちが綺麗？前と後で書いて。前か後、どっちが音綺麗ですか？今、新しいカメラの方にマイク変えたんだよね。音どっちがクリアに聞こえる？前の方がいい？割れてる？割れてる？OK。今割れてる。ダメなんだ。いろいろ残念だな。これでどう？治った？ビリビリ。これでどうっすか？音は。OK、治った。え？またダメになった？治ってない。いや、これ、まずいな。あ、治った？治った？ドライバーインストールだね。治った？まだ治ってない？半分治った。あ、あ、あ、治った？まだ直んない。設定し、チューニングし直さないとダメだ。まだ直んない。まだダメ。ダミー。あ、あ、あ、テーステーステース。テーステース。テーステーステース。テーステース。テーステーす。あ、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 あ。テーステーす。テーステーす。治んない。ダメ。なんだろう。
どうですか？どうですか？ダメ？治んない。まだダメ。良くなった？良くなった？大丈夫？治った？あ、よかったよかった。あ、ごめんごめん。ありがとう。マジか。なんかセッティング微調整していかないとな。声の後に雑音残ってる？今。あ。こもり気味。前より悪くなってるってこと？何なんだろうこれ。なんか干渉してんのかな？さっきより悪い？あ。これでもダメ？これでもダメ？いや、マイクいっぱいついてるからね。今内蔵マイクの方が一番綺麗に拾うから、内蔵マイクにしたんだけど。狭い部屋にいる感じ？治った？普通に聞こえる？あ、じゃあこれで行くわ、今日は。申し訳ない。ん？まだダメ？まだダメ？雑音はなくなったなら、しょうがない。部屋で、狭い部屋で。ちょっと待って、聞いてみようか。ちょっと待ってね。この角度いい？いや、角度もこれから変えようと思って。ワードツー。iPhone やけど普通に聞こえる？ちょっと待ってね、なんか見れないな。オフィスチェアよりもソファーでゆったりやりたいなっていうのが俺の望みで。そう、聞いてみるわ、自分で。テイスです。テイスです。身長170。あ、以前の音質よりも下がってるよ。だってミキサー入れてないもん、今。動くから、ピンマイクつけらんないの。普段の画質とは比べないでほしい。音質とは。なんとなくこもってる。音が来ないな。以前も。テイス。いや、これはしょうがない。これはしょうがないわ。ああ、でもちょっと変だね。言いたいこと分かったわ。ちょっと変だね、確かに。なるほど。そういうことか。ワッチ重たいね、今日ね。まあいいや、今日はこれでやるわ。ごめんね。角度も後で考えようね、部屋から出した後ね。のんちゃんも手伝ってくれる？開く時間かかるのも。そう、開くまで時間すごいかかるようになったよね。あ、一心は結構前からそれやってるよ。花火投げるまで喋んないっていう。なんかあれだね。昔のビデオカメラみたいな音質だね。ちょっと後でセッティングするわ。セッティングは。ちょっとこれで申し訳ない。はい、ワードツー。68キロは適正だろうね。68は適正だと思う。筋肉の量だいぶ増やしたから、
脂肪もかなりあるんだけど、腹もブヨンブヨンなんだけど、それでもね、筋肉の量が増えてる。あの、パンチ力とキック力を上げるために体重を思いっきり増量したから。しょうがないんだよね、これは。じゃあ、やりますか、作業。カメラの角度変えようか、その前に。カメラの角度を変えてからだな。マイクこれじゃないよな。カメラの画角決めよう。リバウンドしたね、20日間で、ね、見事に。どの辺がいいのかな、カメラって。多分俺の予想なんだけど、この辺から撮るのが一番綺麗にかっこよく撮れるとは思うんだけど、どうなんだろうね。この辺から今日は撮ってみようか。こんな感じで行こうか。多分ね、俺の予想こっちの方がかっこいいと思うんだよね。どうする？こっちかな。こういう方がかっこよくない？どう？微妙？こっちから撮る角度。微妙？俺は画角的にこっちの方がかっこよく撮れるっていう計算をしてたんだけどね。部屋をね、広く見せるの無理なんだよね。パーテンション入れちゃったから。狭く見せる方しか対応してない。奥行きある感じに撮るのは基本だけどね、本当は。こっちの方が良くない？どう？カメラの角度。取り勝ってるよ。そうじゃ解放。うん、いや、解放にやってもらう分はやってもらう分撮っとくけど、セットを組もうかなと思って。今まで正面から撮る方が好き？そう。こんばんは。楽しんでってね。ノイズやばい、今。え、ノイズ上がった？ん？ノイズが上がった？え？ノイズが上がったってこと？セッティング変えてないよ、俺。なんか干渉してんのかな？カメラと。ノイズなんかないよね。米を食うこと？炭水化物。ノイズが上がった？大丈夫だよね。多分ね、その細田さんの一回入ってきた方がいいと思う。俺、こっちじゃないと思うね。ノイズないよね。嘘。なんだろう。今確認するよ。低音かなり拾ってるのかな？あ、あ、テーステース、はい、潜ってて OK だよ。潜ってていいよ。なんか Wi-Fi もおかしいしな。いろいろね、機材がね、もうガタ来てるんだよね。音かなり拾ってるよね。流れる音？何にも流れてないよ。なんでこんなダメになったんだろう。今でもダメ？俺いけるはずだよな。あ、イヤホンの接触だった。よかったよかった。いいよ。向きを今変えたの。なんでこれふわっち入れないんだろう。Wi-Fi にするとね、ふわっち入れなくなっちゃったんだよね。全然意味わかんねえな。
起動するまですごい時間かかるね、携帯。来た来た。っていうか、コメント何人か嘘ついてるかもしれん。いや、今のメンバーで嘘つく人はいないけどね。なんか、それはわかる。いや、バグでしょ。このメンバーは嘘つくメンバーじゃないよ。うん、やば。なんでこんな入るのに重たいんだろう。待ってね。ふわっちバグだな。あ、テイスティース。悪くないじゃん、別に。イヤホンで聞いてるけど、そんなに悪くないよ。問題ないね。OK じゃん。あ、画質もいいじゃん。画質も悪くないよ。周囲の音は広く、拾いやすくなったから変に感じる。あのね、そうそう、拾いやすくなったの。周囲の音。要は、ピンマイクで拾ってたのね、今までは。単一方向性って言って、ここだけで拾うってやつ。この向きだけで拾うって。で、他の音をシャットアウトするっていうマイクなの、これ。ダイナミックマイクって言うんだけど。単一指向性っていうの。それじゃないマイクだから、全体を拾うのね。ほら、だからノイズっていうよりも空間の音が入る。こういう音とか、ザワザワとか、水道の音とか。Wi-Fi だと iPhone 入りにくいっすよね。そう。めちゃめちゃそうなってんだよね。最近ひどいんだよ。なんでなんだろう。水使ってないよ。そう、俺も入らないんだよ。なんでなんだろう。この方がいい？なんで？あれ？なんか止まるな。なんでなんだろう。iPhone Wi-Fi だけど普通？俺ダメになったね。なんだろう。止まるもん。なんでかわかんないよね。真っ暗ではない。1分ぐらい経つと見えるようになる。ずーっとこの黒い画面。で、やっと来てけど止まってるっていう状態。で、たまに声流れるんだけど、あ、やっと流れた。すごい遅いね。あ、ピンマイクの方が拾いやすいのは、そう。ラジオと同じやり方だから。ラジオはそうでしょ。空間のノイズとかカットするから。今日はなんでか言うね。今日なんでやらないかっていうと、これつけてると配線が邪魔で掃除ができないから。俺が作業枠やるときとか、外配信のときはこれでやってんの。ピンマイクは、この機材、オーディオインターフェースっていう、これを使わないといけないから。そう。配線の問題で今日はこれでやってんの。あ、普通なんだ。へぇ。まあ、いいや。勝たすか。相変わらず雑談始めちゃうと喋りっぱなしになるからな。喋りっぱなしで、結局何も終わらないっていう状態になるから。うん。外配信の時はこのスタイルだけど、家配信では、今まで通り。で、今からセットを組み直そうと思って、汚すぎるから、お片付け。簡単に言うと。ただのお片付けです。近所の近くのものも遠くのものもよく見える。あ、これ、このカメラはまあ、結構綺麗に見えやすいカメラだとは思うけど。素晴らしく汚いでしょ。男の部屋って感じでしょ。とりあえず片そう。今日何曜日だっけ？うんちゃんもお片付けしよう。あ、寝てる。寝るよ。
よいしょ。引っ越せば、いや、引っ越し考えてるけど、収入がもうちょっと安定して貯金するまでかなと思って。今日月曜日か。5万7000円じゃないよ。この家6万。6万6万。まあ、このエリアで6万はないよ。高田馬場とか行ったらあるかもしれないけど、普通に考えてないと思った方がいいかもしれない。生活保護用の物件だから。生活保護用の物件ではないけど、学生とか、生活保護の人向けの低価格帯の物件だからさ。石野の家安いよ、あそこ。だって水道代とかネット代込みだもん。ただ狭いらしいけど、俺の部屋はちょい広いね。羨ましいよな。手つけていいかわかんないぐらい汚ねえかんな。あれミュール、俺の部屋来たことあったっけ？俺の部屋来たことあったっけミュール？安いよ。カメラはね、太って見えるし、広角って言ってワイドに、人間の視覚よりもワイドに見せるから、広く見せるのよ。これも広角レンズ気味だから。だから、テレビのタレントって異常に痩せてるじゃん。実際生で見ると。それは、レンズの構造なんだよね。あるっけ？見える。石野は4畳で、俺は6畳半ぐらいあるから。まあ、台所もキッチンも共有じゃないしさ。ちょっと石野よりはいい家だよ、多分。ギターケースだね。向こう側に行くか。ベッドがセミダブルのベッドだからちょっとでかいんだよね。でかすぎるっていうか、あんまり合ってない。いただき物だからね。それはしょうがない。ベッドでかいよね、俺の家。寝るときセミダブルが一番気持ちいいんだよね、寝るとき。キングサイズはでかすぎだけど、セミダブルがやっぱちょうどいい。はい、カカ、こんばんは。楽しんでて。おいぼんさんピッピ。そうそう。予算セミダブルのソファーベッドにするとか。ソファーベッドとか、ベッド自体を取っ払いたいと今思ってる。かなり久しぶり。アンパスさんいらっしゃい。ベッド自体いらない？もう床にマットレスでいいやっていう考え、今は。ベッドがいらない。一人暮らしの家具選びって難しいよね。全体像を構想しながら買っていかないといけないから、家具選びはほんと難しいと思う。何もなかった部屋でこんだけ物に溢れてるよな、今。物欲の塊ですよ。なんだこれ。これのんちゃんの？これのんちゃんの？のんちゃん。ネタ捨てていいの？捨てるよ。のんちゃん。のんちゃん。ネタな、捨てよ。
ミュールさん今日キューピーさんリビングとか映してたけど、すごい家だね。あ、キューピーさん豪邸だよね。え、キューピーさん引退したんだ。あ、キューピーさん復活したの？俺引退したと思ってたけど。人生晩餐男の人にしては物多いですね。俺、男の人ほぼ物って多くなるんだよ。男の人は収集癖があるから。今日は給料日です。銀行からお金を下ろしてきました。カナタンアットマークアメリカ合衆国タコラッパさん、私の家は5部屋で風呂付き、3万6000円だよ。おいぼんさん、エリアどの辺よ。キューピンさん、あれだよ。家だよ、自分の。持ち家。領収書整理もやんないとな。青森だったらそりゃ、そうなるでしょ。月末に渡すって言ってたやつって何？ああ、そっかそっか。うなちゃんマンコに、そっか。いくらだっけ？そうだね、忘れてたわ。DM、どうしようかな。あ、渡すもちろん。いくらだっけ？まあいいや、LINE やってる？うなちゃんマンコ。LINE が一番いいんだよね。俺 DM やってないから。青森はだって日本で一番安いって言ってもいいじゃん。今日後で iTunes カード買えばいいのかな。俺やり方わかんないから後でさ、LINE で電話しながらやりたいんだけど。ちゃんと渡すよ。そういう約束は守るから。ただほら、俺が忘れっぽいからさ、申し訳ねえ。ワッチ AV 女優多いな。ワッチなんだろうね。AV 女優多いよね。ホリボンさん宿カズミチやらないの。え？宿はどう？やんない。うん。宿はどうはやんない。まあ、いいや、うなちゃんマンコ LINE に連絡ちょうだい。で、あとカズにもステッカー渡さないといけないんだ。どうしようかな。ガンバサさんニコ生主も多いけど、ワット。多いね。あやさん家賃払ったり、光熱費など結構な金額ですよね。10万ぐらい飛ぶかな、固定費で。食費3万ぐらい。10万もいかないか。ちょっと待ってね、お金の管理させて。ちょっと待って。おい、盆栽家賃6万、光熱費1万、食費3万イコール10万。いや、ネット代とか、光熱費は、電気代だけで1万いくらいくよ。で、ガス代、水道代で、あと、インターネットで2万ぐらいかな、光熱費。生活できますか？で、無理。東京だと13万かかる。生活保護の金額が13万だから、生活保護の金額が、もうバイトでギリギリの、安貧乏生活だよ。だからそれ以下の人は、だって日本憲法で保障されてるわけじゃん。それ以下の人は救いますよって。ごめん、心霊がね、俺の枠多すぎるんだ。こういう通常枠でも心霊映っちゃったりするから、どの心霊の話かわかんねえわ。これヘビースモーカーどころじゃない、チェーンスモーカーだよ。ジャスティスは。米さん全部で300万ぐらい。RY 王さんなんでこんな金あるん。お
い盆栽家賃6万、光熱費 1.3 万、通信1万、食費3万、イコール 11.3 万。これ、じゃあ、ステッカーだから。運転差の3000円札わら。じゃあ、ステッカーの売り上げ。タバコ、私は吸わないけど高いですよね。高いね。キャスティスさん、昔から吸ってるんですか？昔から吸ってるよ。じゃあ、ルンペンさんのこれ、あれよ、ステッカー代。アンバサさん、夜中の喫煙所のすりガラスに映ったジョギングしてる例の話。あれはだから未解決だよ。あれどころじゃないよ。今度、関慎吾とコラボの間に顔映っちゃったの。あやさん怖い。おいぼんさんナマコだった人ってみんなタバコ吸ってるよね。あ、めんどくせえな、数えるの。いいや、数えるのめんどくせえ。ナマコだった人って、そう、米さん99人かける1000で99万ぐらいかな。100人かける1000円。ポリゴンさん全部1000円札か。これはステッカー代は全部1000円。ルンペン佐野さん、お金数えてるとギサシ感が出るね。出ねえわ。それはお前の偏見だろ。これがこれ。で、どうすっかな。アンバサさん、10枚ずつ束ねれば楽だよ。あとでそうするわ。ジャスティスさん、丸ごろ。コメさん、成り上がったね。成り上がったね。おいぼんさん、そこにあるのか、なるほど。つる、つ、さんはどつ。そこにあるのかじゃねえ。はい、はどつ。予算掃除進んでないやんか、www。じゃあ、財布の掃除をしてんだよ。今回あれだね、T シャツがめちゃめちゃ売れてたね。夏だから。和道 T シャツがめっちゃ売れてた。あざーす。和道 T シャツあざす。T シャツの売り上げがでかいね。ともきさんはどつ。そうなんだよね。アスタリスク。部屋に物がたくさんありますね。天井まで本だからね、これ。天井まで本だよ。つるつ、サンアングル変わったんすな。いや、カメラを変えた、今日。カメラ買ってきて。で、そんなに変わんなかったっていうね。めんどくさい、これ。おー、パフェプレゼントありがとう。パフェありがとう。あざーす、アイテム。ありがとうね。のんちゃんは手伝ってくれないんだ。のんちゃん爆睡してる。じゃあ。米さん3ヶ月ぐらい配信休んでも生活できそうだな W。 3ヶ月ぐらいだったらまあ大丈夫かな。ネルコは育つ。絶対 8RYO 3金数える機械買ったら。あー、バーってやつでしょ。あの映画とかに出てくるやつ。ガーってやるやつでしょ。あれ買おうと思ってんだけど。電波さんさん、いくらすんだろう。あれ、オイボンさん、オレオレって NG なのか。めんどくせえから NG だね。うん、もう会話にならないからめんどくさい、うん、笑えないし。
ちゆるさん、ステーキ、角のある笑顔、和道旅団、ステーキありがとう。角のある笑顔メンバー募集中アイテムなので、ぜひ登録してください。URL 仕事の依頼、ご支援はプロフィールをご覧ください。はい、じゃあ皆さん、8月の僕の生活費を決めてください。8月のお小遣い決めてください。貯金します。8月の生活費を皆さんで決めてください。8月のお小遣い。もうみんなに決めてもらうことにしたから。お小遣い。お小遣い制でいくから。食費いく、トータル？いくらにしようかな。8月は大阪行くね。3万2000円そんな少ないの？3万？お小遣い3万？お小遣いいくら？138RYO さん8万。5万。おいぼんさんお小遣いって生活費を合わせての金額。家賃は別。だから食費別にするかどうするか決めてみんな。くみたん、アットマーク、角のある笑顔、和道旅団、角のある笑顔、北海道支部長さん5万。あ、でも普通の人、そうだよな、俺、月のお小遣い1万円以下でやってたのにさ、先月50万使っちゃったんだもんな。あやさん5万。5万 ?5 万がお小遣い ?5 万 ?1、2、3、4、5万。おいぼんさん5万以下。5万。お、完璧なお小遣い5万。8万。9月は9万。ぼんさんこんばんちゃ。5万。リアルに5万 ?5 万でやりくりすんの？食費別？食費込み？この5万は。iPhone さん20万円のものを買いたいときは4ヶ月で貯めればいいと思います。ああ。ダンビさん今そのお金いくらあんの？うん、それは言えない。定番さんタバコ代も。タバコ代も含めて5万。生活費込みで20。生活費込みで20か。俺もその予定だった。iPhone さん食費は3万以上はお小遣い。あやさん食費別の5万。食費別で5万。車乗らない俺。どうしようかな。ちょっとお小遣い制にして貯金しようと思ってんだよね。車乗んない。お小遣いだけ5万。交際費多いよ俺。交際費はめちゃめちゃ多いよ。うん。どうしようかな。お小遣いが5万。食費込みでは、食費は3万。食費は3万。ああ、でもこんなもんか、普通。5万でも多い方だよね。普通のサラリーマンとか5万ももらってないよね、多分お小遣い。ああ。138RYO さんなら8万やね。食費込みで8万か。1日1000円 ?1 日1000円食費。それでいくかな。クミタン、アットマーク、角のある笑顔、和道旅団、角のある笑顔、北海道、そうだよね。確かに。5万使えるって相当リッチだよね。俺が金銭感覚ぶっ壊れてんだよな。あやさん、サラリーマン3万。そうだよな。それが普通だよね。じゃあちょっと頑張ってみるか。ちょっと金銭感覚元に戻すか。そうすっか。ともぴさん、とにかく羨ましすぎる。あー、パフェありがとう。最初持ちのリーマンなら、パフェありがとう。リーマン3万ぐらいか。いや、投資とかも始めるよ。3万4万だよね。手元にいくらあるかは言えない。手元にいくらあるかは言わない。じゃあ分かった。貯金します。じゃあ、これでどう？お小遣い5万円。お小遣い5万ね。お小遣い5万。で、食費が3万。で、光熱費とかは別にしていいんでしょ？要は。光熱費とかにかかる2万とかは別で、ここに、1000円の余りがあるの。これもお小遣いに入れていい？先月の余りのお小遣い。これ。これも手元にストックしていい？お小遣いに。5万プラス食費別で、ここにある1000円が、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11枚。行かない、風俗は。絶対行かない。3万9572円らしいぞ、サラリーマンの平均。
平均つってもさ、ほら、ぶっ飛んで上がってる、上げてるから多分2万ぐらいだと思うよ。平均って、あれ意味なくて、ぶっ飛んでとんでもなくさ、お小遣い多いやつとかいるじゃん。100万、200万とかいうやつ。そいつら平均底上げしちゃうんだよ。だから平均って意味ないんだよ。ああ、そうだよな。昼飯込みタバコ込んで4万普通だよな。俺が狂ってるわ、感覚。じゃあ俺5万でやるわ、今月。5万で行く。で、食費は3万。で、プラス、先月の貯金の1万1000プラスしたらダメ？ダメだったら俺こっちに貯金するから。ビリーさん、中央値が大事な。中央、そうそういうこと、ビリーさん。俺が言いたいの、中央値。平均は意味ないってだんだん分かってきた。え、これも貯金？あやさん、ちなみにタバコ、1ヶ月いくら？ 1 ヶ月、1日1箱だから、1万5000円ぐらい。ダメ。分かった、頑張る。分かった、ダメで。3万5000億目指すのにケチるの。もっと使いなよ。ビュールさん、いいよ。そうなんだよね。じゃあ、貯金します。はい。いや、やめとくわ。そう、5万ぴったりで生活してみる。でも5万でも相当多いかんね。タバコ込み5万、OK、了解。ボイボンさん、昼飯600円とタバコで1000円で2万か1日2000円か。OK、OK。じゃあ、これ貯金します。クリップ。クリップ持ってくるわ。これ貯金ね。いやー。RYO さん、そのお金入れる箱どこ売ってるの？いや、金庫なんどこでも売ってるよ。どこでも売ってる。俺は東急ハンズとかで買ってるけど。おい、ボンさん、サラリーマン実際2万円だね、税金ということは。そうだよな、金使いすぎだよな、ちょっとな。確かに。あやさん、何かあった時に貯金大事だからね。おい、ボンさん、サラリーマンより 2.5 倍も多いお小遣い。3貯金なんかもったいないって。なんで俺を使わせる、使わせる。まあまあいいじゃん。ちょっと今月試してみるわ。これ貯金しまーす。財布の中に戻そう。これ食費とお小遣いね。食費と小遣い。ちょっと待って。これが食費とお小遣いね。これがじゃあ、貯金しますね。人生晩餐、先月50って何か大きな買い物したんですか？いや、沖縄行ってたな、俺。沖縄で、もう豪遊、エビとか食ったりとか、前2万円の飯とか食いまくってたんだよ。すごかったよね、沖縄。ガンガン金使ってたよね、狂ったように。おい、ボンさん、もう無料交通カードもないの？あるよ。無料交通カードではないけど。お金すごいですね。いや、すごくないですよ。全然。コメさん、そんだけ稼いでたら使い切れないね。いや、使い切ったよ、先月。先月使い切ったよ。じゃあ、数えていくか。人生晩餐、沖縄大好きです。羨ましい。ビュールさん、たまにはね、もう、だって4年ぶり、5年ぶりぐらいの豪遊だよ。いや、5年ぶりどころじゃないよ。7年ぶりぐらいの合流で。ロータリーさん、僕はそれを500円玉にして貯金します。ビリーさん、その合流っぷりが面白かった。ねえ。高橋さん、前菜さん。トモキさん、配信励みになります。おいぼんさん、こんな見せてたら泥棒はいるよ。入らねえよ。日本の警察めちゃめちゃ優秀だから。こんな発射金で捕まって人生無駄にするんだったら配信やって稼いだ方がいいよ。三投資信託は興味ないですか？投資信託。いや、何にお金を使うかは勉強中ですね、今。何にお金使おうかなと思って。いや、200万もないよ。貧乏人だよ。これはステッカー代ね。
う考えるとすごいよね。ステッカーこんだけ買ってもらってんの。僕なら腕時計に使います。腕時計はいいや、つけないもん。腕時計つける癖がない。投資信託が課題ですよ。投資信託、でもこの金じゃ投資にも何にもなんないでしょ。おいボンさん、株主総会配信やってよ。買う前に配信できる会社を買って。キリーさん、和道は配信に使うのが一番の投資だと思う。まあ俺もそう思う。トモキさん、沖縄の風俗は行きました。風俗嫌い。風俗嫌いですね。私なら無難に貯金。風俗嫌い。車は買わない。免許持ってない。車興味ない。まあ、必要経費とか結構出てくるからね。ロータリーさん、僕なら靴を買いますね。おいボンさん、免許ない。あ、俺ね、靴買おうと思ってた。オールデンの V チップ買おうと思ったんだけど、とりあえずもうちょい頑張ろうと思って。今、億万長者目指してるから。オールデン V チップコード版赤買おうと思ったけど、まあいいやと思って。3日本の銀行の金利で貯金なんてバカらしいです。あ、まあそれはバカらしいだろうね。あやさん都会は車いらないですね。あれはバカにしてるよね、日本の銀行はね。ガンバタさん、オールデンってすげーわっと。ロータリーさん、リーバイスのジーンズも買ってしまいましたし、ね、そう、リーバイスの3、これ3万のジーンズなんだよ。そう、606だから、なんつうんだっけ、ビッグイーっていうタグなんだよね。3万円すんだけど、なんだっけ、これ。高いんだよね。アメリカの、その、昔の生地を、そのままデッドストックの持ってきて、で、職人手縫いなんだよ、これ。これ3万すんだよ。まあ稼ごう。8月も稼ごう。おいぼんさん、今のジーパン生地弱いですよね。いや、このジーパンなんか古いやつだからめちゃめちゃ強い。赤耳とか懐かしいわ。そうそう、赤耳だね。そう、赤耳のビッグイーですね。ポポさん、ゴキブリって出たことありますか？ゴキブリなんかもうペットですよ。家族です。でもね、東京ってでっかいゴキブリ出ないんだよね。興味ないですか？いや、海外、ベトナムで 22% の利回りで、普通に国の貯金するだけで 22% 回りの利パーなの。で、それ知り合いがやってるから、デビットカード作ろうかなと思って。100万まだ言ってんの、いっちゃん。ちょっとだから考えさせてよ。ちょっとみんなさ、100万じゃ元取れないって言ってたから。いっちゃん、その、土地100万の話はさ、ちょっと考えさせてよ。儲からないって、あそこの土地。武田氏は。リリーさん、投資のお誘い受けるわら。ユールさん、いっちゃん、しつこいな。ホイストさん、いっちゃんの墓建てさせてやりてえな。三カンボジアの金利すごいですよ。カンボジアの金利今何パー？でもほら、あれじゃん。デビットカードで切れるんならいいんだけどさ、あ、為替リスクあるじゃん、海外投資。いや、もう、だから、あれなんだって、もう死ぬ手順つか、生きてる整理を始めてんだって。で、和道に土地買ってもらいたいって言われてんのよ。100万で。その、90坪で、築50年の家付きなんだけど、買ってくんねって言われてんの。香港じゃなくてね、俺が知ったのはシンガポールとベトナムとネパールかな。の3つの話は来てる。銀行口座開設。まあ、デビットどこでも切れると思うけど、しかもあれだよ。なんかうさんくさい銀行とかじゃなくて、国のやってるサービスだよ。
手数料別に気にしてないけど、そんな困ってない。ポイストさん、ネパールは声は W。いっちゃんさん、開催仕込み。そうそう、怖いよね。普通に安いんだけど、安いんだけど、そう。米さん現地に口座開設したら輸入ビジネスもできるね。現地に口座開設したら輸入ビジネス。いや、まあ輸入ビジネスはやるつもりないけど。いや、それが、その、要は、固定資産税がかかるじゃん。俺は、だから、アスペだから、それができるんだよね。なんつうんだろう。固定資産税がかかるじゃん。固定資産税が。おっしゃ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 。買ってって。ツボはね、それが4万なの。ツボは4万なの。だから、めちゃめちゃいい話なの。うん。いっちゃんさん固定資産は5000円。5000円なんだ。ポイスト3、1日で半額やんけ。WWW。これアスペルガーだよ。アスペルガーで ADH。いっちゃん太陽光発電させるかわら。50万ロータリーさん俺は100万円を貯めてドレックスを買うことが夢です。おめさん叩き売りやな W。50万いっちゃん、いっちゃん、しかもさ、それ名義、妹さんじゃん、妹。そう、住まないと意味ないんだよ。あやさん固定資産税、いくらでもないだろうけど、住まないと意味がないかも。たかちゃんさん4万は絶対しないよ。ポイストさん、かずみちさん。あ、いや、するよ。4万は。ただ、買い手がいないんだよ。ロータリーさん、高級腕時計は時計としてより資産として購入することに意味があります。坪単価4万はほんと。竹田市。竹田市で検索しろ。竹田市。大分竹田市。4万はほんとだよ。ただ、買い手がいないの。RYO さん、そろそろパソコン買おう。パソコン最新っす。レッツノートっす。パソコンはもう困ってないっすね。いっちゃんさんだから妹は50万で売っていいって。嘘？じゃあ買おうかな。すぐすぐじゃなくて、ここ3ヶ月ぐらいでいいなら50万で買うよ、じゃあ。うん。おいぼんさんの戦果も4万円じゃないの、駅の旗なら別だけど。たかちゃんさん、地区店の場所による、あそこは1万くらい。あそこは1万くらいか。でも90坪だったら90万じゃん。まあ、でもまあ、もう、合ってないようなもんだよ。2時間の場所に家を買ったけど、めったに行かないよ。自宅から車で2時間の場所。まあまあ、そうでしょ。でもまあ、別に持ってて、悪いもんじゃ、腐るもんではないことは事実じゃん。別に。持ってて。土地。まあまあ、ねえ、32歳で土地持ちになるっていうのも夢だよね。一坪一万って山以外にないみたいだよ、今。おいぼんさん、甘い土地は税金取られますよ。甘い土地は税金って何？甘い土地って何？いっちゃんさん引き伸ばせば教会を伸ばせる。それ犯罪だから。それ犯罪だから。固定資産税払い続けなきゃだよ。まあでもね、月々1万とか5千円ぐらいだったらさ、いいんじゃない。おい、ボンさん CM で放置している土地は3倍にするとかやってるし。タカちゃんさん新潟なんか1万なんていくらでもある。タカアさんまだお若いんですし、これは買いですよ。予算何に使ってもいいんだぜ。W ちゃんと契約交わせるなら買った方がいいね。うん、いや、だからそれ迷ってんのよ。おい、ボンさん税金。教会伸ばせるってどういうこと？ポイストさん毎日少しずつバス停ずらす理論やな。あやさん草刈りとか面倒よ。うん、まあ、草刈り。タイマーバウンドは興味ないですか？だから、リスナーが言ったのが面白かったね。タイマー畑を作ろうって。犯罪じゃねえかっていう。
和道大麻を栽培しようとかわけのわかんないこと言ってた。ロータリーさん、そのお金はリステリンのボトルに入れた小銭の合計ですか？違うよ。それはもう、最初の旅の時に使ってる。おい、ボンさん、バッテーズラス、これいいじゃん、できるよ。人生版さん、カズミチ大麻買いますわら。50万ね。ポイストさん、ムツゴロウ、高木さや和道。ロータリーさんへ、あのリステリンのお金、使っちゃったんですか？使ったよ。もったいない。いっちゃんさん、協会は曖昧だから俺しか知らない。あ、そうなんだ。ピリーさん、米作るか、W 和道米。和道米とかね。90坪で米作ってもしょうがないよ。海上コンテナーで大麻ですか？海上コンテナ、いや俺大麻興味ないから。リスナーが言ってたんだよ。あやさん、やっぱりいらなくなって売ったら二足三文ですよ。いやでもそれでも安いと思うよ。それでも50万で売るっつってんだよ。90坪買う人はいると思うよ。普通に。たまにっつうか、まあ、50年生きてれば。まあ、腐るもんではないから、別に持ってて損ではないとは思うけど。だから、いっちゃんの、だから、その、いっちゃんから譲ったって、もらったっていうのが面白いじゃん。いっちゃんもだってもう、これから30年も生きないわけじゃん。年齢的に。もう60ぐらいでしょ、いっちゃん。いっちゃんいくつ？だから、和道に譲りたいって言ってもらってんのは嬉しいよね。俺の土地、ちょっと、和道守ってくれって。うん。あ、金の問題じゃないじゃん、そこって。そういうのは熱いとは思うよ。なんか、こう、配信で出会って仲良くて、で、ね、もう、俺死ぬからよ、そろそろと。あと10年、20年。あやさん、裏が何だろう。イノシシやヘビ出ないかしら。いや、出る出る。全然出る。ロータリーさん、土地の運用は難しいです。固定資産税もかかりますし。まあ、そうだよね。もっと近かったらな。そうだね。まあ、もっと近くてこの値段はありえないでしょ。50万で90坪譲るっつってんだから。まあ、でも、古民家、なんかね、年に一回旅行とかでもいいと思う。10万かだと。あ、ただね、手続きに30万かかるんだよね。そこがめんどくさいよね。登記簿とか。手続きに30かかるのって。いっちゃんさん、いっぱい買う人がおるけど、隣のやつが。うん。三朝鮮朝顔知ってますか？わかんない。タカさん、さん実際に買う人間が存在するなら近所の人だよね。まあそうだろうね。近所の人だろうね。うん、俺もそう思う。近所のやつが？隣のやつがどうしたの？どうした？ちゃんさん、そんなにかからないよ。そんなにかかんない？ 50 万？うーん。まあでも、本当にね、寝かせてて腐らせてる土地だったらもらった方がいいのかなっていうのは思うよ。うん。たださ、俺もさ、なんつうの、稼げるようになって最近だからさ、もうちょい待ってよ、いっちゃん。そんなすぐすぐ必要なお金じゃないでしょ？3ヶ月ぐらい待てるっしょ。あやさん、でも空気や環境は抜群でしょう。水美味しそう。温泉近いでしょう。さん、まだまだ日本の法律に触れない草はありますよ。へえ。いっちゃん、そんなに急ぎの話じゃないでしょ。もうちょい待てる。もう最悪の最悪、困ったら男気で買うよ。いや別に分割じゃなくていいよ、全然。ピリーさん、掘れば温泉出るかな。温泉どうなんだろうね。大分名産地だもんね、温泉の。それは分かんないけど。いっちゃん、急ぎじゃなかったら別に買うけど、
ただいっちゃんと話がしてみたいよね、ちゃんと一回会って。うん、大分行ってもいいけど。大分空港から入るの。大分空港か夜行バスかわかんないけど。マジか、今月お小遣い5万か。まあ、いっか。先月使いすぎたし、いい思いしたし。ちょ、休憩。ねえ、行くのにお金かかったんな。ロータリーさん、ジーンズに金かけすぎです。ジーンズは横に着るものだから。だから変な、バカみたいなものに金かけるより、使うものに金かけるのは俺正しいと思ってるけど。俺は全然買いだったと思うよ、今回のジーンズ。ちゃんさん、俺は妹に名義を移したのに俺が自力で登録した無料で。へぇ、あ、そうなんだ。ラッキーさんはどつお邪魔します。うん。はい、おいよ、ラッキーさんいらっしゃい。あ、もしよかったら1時間経ったんでアイテムいただけると嬉しいです。一番良いものを長く使ってかっこいいね。そう、一生履けるジーンズ。草刈りに行くのに飛行機と変わらねえ。人生晩餐高い服を長く履く方が良い。そうそうそう。あやさん、もしよかったらお気持ちアイテムください。から入れないかしら。ロータリーさん、何度目のような赤いカバンも正解でしたか。ん？匠アットマーク和道プロマネージャーさんは赤いカバン正解だったよ。使うものは金使った方がいいよ。バカありがとうございます。バカありがとう。もしよかったら皆さんフォローしてってください。人生晩餐ハートを。おお、ハート2個ありがとう。あや、ハート3個ありがとう。くみたんバカありがとう。おお、富尾久しぶり。富尾ありがとう、風船。ハートありがとう、レクチ。あやさんハートを3個プレゼントしました。ありがとうございます。進撃の富尾さん、風船をプレゼントしました。ありがとう、みんな。アイテムアットマーク、角のある笑顔、和道旅団、角のある笑顔、演奏舞台さん、ハートをプレゼントしました。ありがとうございます。ヒュールさん、ステーキ、角のある笑顔、和道旅団、角のある笑顔、メンバー募集中、アイテム投げまくってください。登録してください。 URL 仕事の依頼、ご支援はプロフィールをご覧ください。うん。ピースケさんはどつ。おお、みすけワード2、チェアナガありがとう。みすけさん、ありがとうね。プレゼントしました。さくらんぼさくらんぼさん、風船をプレゼントしました。こん、サンレクチこんばんちゃ。ツイッターフォローした OW。カメさんバーガーをプレゼントしました。おい、猫ありがとう。カメさんバーガーありがとう。みんなありがとう。50万って言われてもなぁ。まあ、だから金じゃねえもんな。土地を守るかって問題だもんな。プレッシャーだよな。いっちゃんの先祖代々守ってきた土地をさ。な、いっちゃん子供いなかったっけ。おい、ぬこはどつ。ぬこつぐら、ありがとう。いっちゃん子供いなかったっけ。いっちゃん独身だっけ。奥さんいるけど。奥さんはいんのか。子供はいないんだっけ。俺が守んの？いっちゃんの土地。いっちゃんさんいない。あ、いないんだ。ボン、さんは、IWA に、ザイス WWW。そもそも、コートコートさん、そもそも一応のような人間から買う。まあいいじゃん、別に。キャッチコートコートさんいない。いたら配信やめさせるわ、W。いっちゃんさん、水子はおる。水子は聞いてねえわ。え、なんでいっちゃんは俺に買ってもらいたいの？他に買い手いるでしょ。なんで俺なの？なんで俺なの？いっちゃん。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 なんで俺なの？うん。他にも買い手いるでしょ？ 50 万だったら。近所の隣の家の人とか50万払えるでしょ、別に。タカさん、風船ありがとう。おう、また来てね。うん、また来てね。別にその値段だったら別に困らないでしょ。買いたい人いっぱいいんだから。コートコートさん、しかも5から電話でダンピングしてた。ダンピングって何？さん、お疲れ様です。いっちゃんが外配信でその土地をね、あれすればいいの。
か難しいよな、こういう問題って。まあ、金じゃねえよな。ああ、そういうことか。だったら手間かけないで不動産屋とかに金払わないで和道に売っちゃおうって話か。なるほどね。そういうことか。まあ、それだったらね、どうせ手元に入る金変わんねえんだもんな。なるほど。それはまあ一理あるわな。キャッチコートコートさん、昨日プロが言ってだろ、やめとけって。いやでもね、ここまで頼まれたらちょっとさ、男だったらね、墓が欲しいって言われたらさ、た、大分だかんな。大分っていうところがネックだよな。大分って何が有名の？なんで大分なんだっていう。まあさ、その、千葉とかさ、あやさんと千葉厄介だからおすすめしない。厄介なの？土地って。なんで、何が厄介なの？あや。参っちゃうよな。38RYO さん宝くじ買いに行かな。ああ、宝くじか。キャッチコートコートさん、ね、大分空港からも熊本空港からも不便すぎる。おお。矢野ラッキーさん、温泉かな。温泉か。いっちゃんさん、温泉日本一。あ、日本一なんだ、大分は。なかなか行けないよね。場所かな。車持ってないしな、そもそもな。大分で、じゃあ、リスナーに募集して。じゃあさ、こうする、いっちゃんの土地50万で買うじゃん。で、1万円の家賃で貸し出すか。リスナーに。それどう？1 万円で大分に住めるって安いでしょ。それだったら良くない？リスナーさんに募集をかけて、クラウドファンディングじゃないけど、格安物件1万円で竹田市に住みませんかっていう。それだったらメリットあるじゃん。それどう？それだったら俺にしかできないことじゃん。俺だからこそできることじゃん。で、リスナーが住んだらさ、安心じゃん、ちょっと。生主にとかさ。そうそうそう。民泊とかって法律わかんねえかな。民泊とかやるとか。民泊っつう距離じゃないし。1万円で済むんだったらあんじゃないの？わかんないけど。どうなのかな？ねえ。1ヶ月1万円で貸し出すっていう。ねえ。それだったら一軒家で1万円で住めるんだったらいいし、俺は12万入ってくるわけでしょ？カー君はどつ？カー君さ、昨日の100万円の話あるじゃん。50でいいから買ってくれって言われてんの。もう墓が欲しいんだって。で、だったら、50万でもう買っちゃって、50万で買っちゃって、誰かリスナーさん大分に住んでる人に1万で貸しちゃわない？はい、ジャーニーさんこんばんは。なんかもう、男気で買っちゃわない？リフォームの助成金が100出んのね。キャッチコートコートさん墓、嘘だな。いや、墓欲しいんだって。男気で買っちゃわない？ボン、3IW、こちらこそありがとうです。カー君さん50か。もうぶっちゃけ50も100も変わんないじゃん、カー君。たださ、もうなんか、ねえ、追い先短いいっちゃんを、こう、気持ちよく、気持ちよくあの世に行ってもらうために、男気を見せると。どう？いっちゃんの土地を守る計画。いっちゃんて、生主の伝説の、いっちゃんという配信者がそこにいたっていう記録を俺らが継いでいくっていう。はい、ワード2、キューちゃん。いっちゃんさんリフォームは俺に頼め、半額でやるぞ。めちゃくちゃだな、ほんと話が。
褒めさんアイデア次第でマネタイズはいろいろ考えられる。まあまあうまくやれば別に50万なんか減価償却ね、5年10年で見ればできると思うの。だから遊びの金だと思って50万でいっちゃんから買うと。で、いっちゃんはそれで墓を買うと。ウィンウィンだと。で、俺らはさ、なんか生の主なにリスナーさんに住んでもらって、とか。そんな感じでいいんじゃないの？もう遊び？大人の遊び？だから、竹田ベースだよ。竹田ベース。どう？世田谷ベースならぬ、竹田ベース。めちゃくちゃでしょ。あやさん、登記簿や名義変更に50は最低必要な予感しますよ。ね、名義変更と登記簿は30だって言われた。ただ、嫁にタックルと。自分たちでやったら、それ税理士さんとかに頼むから高いんでしょ。自分たちでやったらそんなかかんないでしょ。お金、多分。業者に頼むと高いんだよ。だったらもう自分たちで全部やろうってやったら多分安いと思うよ。川崎応援にね、まあでも1万5千円でも安いよな。まあ1万5千円でもいいんじゃない？全然伝説本当に50でいいの？いっちゃん本当に50でいいの？本当に50でいいの？本当に50でいいの？じゃあ、いいよ。クラウドファンディングするわ。で、なんか。いや、温泉出ねえだろ。うん。じゃあ、ちょっと考えるわ、本当に。ただ、いっちゃん、せかさないで。ちょっと、企画を練るわ。本気で買うから。ちょっとなんかみんなで遊ぼうか。みんなで遊ぶか。ちょっと。うん。ちょっとみんなで遊ぼう。自分で戸籍、交通費。交通費はまあいいけど、戸籍謄本、印鑑証明。おう、いや、めんどくさくないよ。全然大丈夫だよ。全然やるやる。じゃあ分かった、いっちゃん。男気見せるわ、俺。じゃあ、こうしよう。本気で買うなら、うん、わかりました。でも、なんか遊ぼうぜ。せっかくの生主なんだから、みんなで遊ぼうよ。まあいいじゃん。いっちゃん助けるわけじゃないけどさ、気持ちよくさ、いっちゃんとみんなで。なんかさ、一人1万円出して、みんなのシェアハウスにする？それどう？50人でシェアするっていう。それどう？一人1万円で、一人1万円でシェアハウスやんない？どう？それか会社作っちゃって、会社の持ち物にしてとか。うん、あ、ワドステッカー売ってますよ。はい。ワドステッカー欲しい人は LINE ください。もしくは直接買いに来てください。直接買いに来るか、郵送販売やってます。ねえ、なんかそれやろうよ。うちに遊びに来てみてくださいよ。房総半島です。房総半島ってどこだっけ。あや、房総半島千葉。俺成田だよ、地元。おめさん、いつでも無料で泊まれるシェアハウスなら1万投資してもいいかも、うん、それか1万円で投資して。なかちゃん、残念。なんだろう、気になるね。いや、もうボロボロでしょ。築50年だよ。うん、どうするのがいいかな。あやさん、立山です。立山、遠いな。立山か。でもいいとこだね。あのさ、立山にさ、昔さ、ホテルあったでしょ。なんつったっけな、あの、千葉ロッテのさ、合宿に使ってたホテル。なんつったっけ。ホテル。なんか知らない？立山のホテルで、リゾートホテル。ロッテとかが来てた。あそこ行ってたよ、俺。ガキの頃から。うん。クーラーボックスに配信者のステッカー。あ、いいじゃん、いいじゃん。え、全然、どうする？郵送販売にする、します？うん。郵送販売。あ、それも面白いよね。みんなでなんか改造とかね。ペンキで塗ったりピンクの家とかにしたら面白いじゃん。釣り嫌いなんだよね。
なんだっけ、ホテルの名前。スワロッテマリーンズとかの。郵送にする？郵送の場合は LINE で、送ってきてください。で、銀行振込確認したら郵送手続きするんで。だね。駆除とかさ。でもね、古民家の家壊すときに、古い木とかが売れるらしいよ。そうそう、梅津和夫の家とかさ、あんな感じでとか。まあ、ちょっと考えるか。大分にリスナーがいねえかんな。大分にリスナーがさ、10人ぐらいいたら面白くなりそうだけど。ちょっと様子を見たいっすよね。市川の道、住所俺わかんないかな。住所消えたってどういうこと？もう一回送って、ステッカー販売だからって。もう一回住所送って。住所は持ってない。そうだよね。そうなるよね。ただ俺もそんな手持ちあるわけじゃないから、やっぱりみんなで共有でっていう風に呼びかけてうまくいくかどうかっていう感じだな、俺的には。あ、ごめん。もう一回送ってほしい。あ、あった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 。あったあった。あった、オッケーオッケー。あったあった。あった。え、ステッカー何枚買う？一応ね、郵送費がかかるから、一応2枚か3枚買ってほしいの。2枚か3枚買ってほしいのね。ステッカー。郵送の人は。1枚1000円で高いんだけど、できれば2枚買ってもらいたいかな。2枚は買ってもらいたい、郵送。手間かかるから。で、今2種類あって、これとこれ。で、黒1枚とか黒2枚とか赤2枚とか言ってもらいたい。どうする？ステッカー2種類あって、で、2枚以上買ってもらいたいんだけど、2000円から？どうします？いくら分買います？ミッチ。黒と赤がある。赤は捨て頃ステッカー。これ、便所さんに許可もらって捨て頃の文字も入ってるんだけど、捨て頃はどうか、スタッフパス風。そうだね、ゆっくり遊びながらやろう、みんなで。あ、了解です。じゃあ、銀行振込の口座を送っておくんで、振込終わったら郵送しますね。振込入金確認ができたら。市川の道忘れちゃうから、LINE に送っといて、エビデンス残しておきたいから、ステッカーの赤と黒1枚ずつくださいって、LINE に送っといてください。俺すぐ記憶が飛んじゃうから、証拠残しておいて。で、まだ届いてないとか入金したとか、後で住所送るから。50万、まぁ、ちょっと考えるか。全然部屋掃除進まねえな。全然進まねえよ。のんちゃん爆睡だしよ。テリヤキチキンさん大掃除はかどってる。全然はかどってない。予算投資ってのは揉めるからそれはおすすめしないけどね。揉めたら面白いじゃん。まあ、事務仕事もあるよ。一回会いに行った方がいいよね。でもね、大分まで会いに行くの交通費が高いから嫌なんだよな。交通費だけで2万ぐらいかかっちゃうからね。キャッチコートコートさん、ローリスク、ノーリターン。ローリスク、ノーリターンだね。ほんとだよね。いい表現だよね。ローリスク、ノーリターンだよね。うん。了解でーす。今じゃあ郵便、俺の振込先書いちゃうね。うん。テリヤキチキンさんマジか、のんちゃん爆睡中なんや。のんちゃん爆睡中なんですね。
はやさん交通費も時間もかかりますよ。サクッとらアットマーク角のある笑顔和道旅団角のある笑顔さんお疲れ様。それちょっと待って、今ステッカーの業務だけやらせて。サクッとらアットマーク角のある笑顔和道旅団角のある笑顔さん、こっちから見たらまた違う髪型だね。そうだね。カーツンさん家の写真とかあるんですかね。 Google で一度見たよ。テリヤキチキンさん、片付け苦手な人、予算彼女が手伝わないのを怒らないのがすごい W。 うん、まあまあまあいいじゃん。あや、お前ブロックするからな。おい、終わり。カーツンさん、ボケの劣化具合と初期投資額の計算叩いてから決めた方が良いと思います。いや、もう回収はできないよね、多分。回収できたら勝ちぐらいに考えて、プラマイゼロに持ってったら。そこはやっぱビジネスの腕でしょ。このイノベーターの腕でしょ。匠の天才和道の腕の見せ所でしょ。私、片付け苦手で旦那にしょっちゅう怒られてる。うん、苦手な部分はね、誰かにやってもらいました。市川のミッチーさん、よろしくお願いします。うん、よろしくお願いします。ブロックよ。まあまあまあ、いいじゃん、いいじゃん。うん。木村太郎さん、例の家買うことになったので、50万でもいいから買ってくれって。ああ、なんか一緒に遊びましょう。なんかビジネスっていうよりも、なんかカー君と一緒に遊んでたら面白いかな、みたいな。なんかネタになるじゃん。飲んでる時にさ、和道ってバカがいて、って。まあ、50万で大分に家買っちゃったよって、俺手伝ってんだよ、みたいな。面白いじゃん。そういうのが好きなの。な、金じゃなくて、バカがいるんだよっていう。友達にバカがいるんだよって。で、なんでそんなんやんのか、くんって。一問も得意もなんでしょって。なんないでしょって。いや、面白いじゃんって。大人の遊びだよっていうノリが好きなんですよ、僕。うん。赤欲しかった。ああ、よかったっす、よかったっす。ありがとうございます。うん。オッケーです。ステッカー欲しい人は、いいじゃん、いいじゃん。あ、カズさ、ステッカーもうちょい待ってて。今週中には送るから。まあ、面白いよね。じいさんとかになってさ、カー君と一緒にさ、日本酒でも飲みながらなんか月ボケーと見たりさ、あの時買ってよかったなーなんつって。そういうのも面白いじゃん。遊ぼう。人生だから。そうそう。俺遊びが仕事だからさ。みんなでさ、カー君、ね、鍵渡して、ちょっと大分行くから、ね、鍵貸してよ、つってさ、5人ぐらいでさ、遊び行ったりとか。そういう遊びが好きなんですよ。うん、ちなみに、2人は誰買ったの？イッチーさん、ミッチーさん、誰と誰買ったの？そういうなんかね、面白い生き方したいよね。いっちゃん、ちょっと待っててね。インコじゃないよ、文鳥。
ね、友達いっぱい集めてさ、友達とみんなで遊ぼう。カズさんいつでもいいよ、私だらしないからあんま気にしなくていいよ。オッケーオッケー。オッケーオッケー。悪いね。ちゃんと郵送はするから。ただ忘れてるっぽかったら連絡ちょうだい。ねえ、全力で遊ぼう、全力で遊ぼう、みんなで。ベンジョさんのステッカーかっこいいっすよね。ベンジョさんのステッカーかっこいい。うん、桜じゃない、白文、白文鳥だね。うん。白。そうそう、みんなでさ、楽しくなんか友達増やして遊ぶっていうことを覚えないと。遊びが下手すぎるんだよ、現代人は。うん。30歳だもん、本気で遊ばないと。よっしゃ、いっちゃんちょっと待っててね。部屋掃除終わったらその枠やるから。ちょっと、いっちゃんの家をどうにかする計画立てよう。いっちゃんの家を救うかい。ああ、フクロウステッカーだ。あやさん確かに遊んでないかも。もう極端な話さ、家買ってさ、使う道がなかったらさ、ミニ四駆のレース場にしよう。ミニ四駆のレース場にしようよ。それよくない？ミニ四駆いい感じだよ、みんな。一晩寝かしたよ、ほら。どう？黒光りやばいでしょ。これが塗装が終わった。黒光りやばくない？全然違うよね、同じ黒でも。西川のミッチーさんでも他に欲しいステッカーないから終わりそうわら。すごくない？いいでしょう。黒光りが。全然違う、ほら。フェラーリみたいだもんね。あとは、マスキングテープで。いや、1K だよ。1K。人生晩餐めっちゃデカってる。めっちゃデカってるよ。めっちゃデカってる。テリヤキチキンさん、私かなり人見知りするから友達少ないな。友達付き合い苦手で今に至る。もっと遊びたかったな。いや、いいじゃん、今から遊べばいいんだよ。いい感じだよね。このジーパン捨てらんないんだよな。生ポ。市川の道ミニ四駆あるわら。でもまあなんか九州に拠点を一個持っとくっていうのもいい判断だよね。ジャーニーさん、カズミチさんの家にバリスタ、助けがあったらいいね。コーヒーを美味しく飲めるような目をも笑う笑顔。バリスタあるけど。市川のミッチーさんとノーマルだけどわら。ミニ四駆やるか、くんも。面白いよ。なんかね、素組みだったら30分ぐらい。風呂あるよ。風呂あるある。アービー。風呂あるよ。さすがに風呂なかったらきついっしょ。風呂っつうか、あれがある。ユニットバスだけどね。ユニットバスだけどあるよ。ちょっと部屋片さないのかな。市川のミッチーさん、バリスタ見えてるじゃん。 W ネスカフェの、そう、リスナーさんからのプレゼント。ジャーニーさんあるのか。 www.バリスタ好きな愛した笑顔。テリヤキチキンさん、人見知りってどうやって克服する。
マー君さんミニ四駆懐かしいわらわらわら。リスナーさんからのギフトだね。これマサルさんからもらったやつだね。どうしよっかな。ミニ四駆面白いっすよ。奥が深い。めちゃめちゃ奥が深い。あやさんミニ四駆懐かしい。ねえ。市川のミッチーさんドンキに大量に売ってたよわら。ドンキに売ってた。人見知りは克服どうやってやるんだろう。俺人見知りないかんな、もともと。ああ、でも極端に嫌いな人間と会うと人見知りしちゃうけど、普通の人見知りはなかなかないかな。ミニ四駆値段高くなってるよね。今1000円いかないぐらいかな。市川のミッチーさん松戸とか柏にミニ四駆があるよ。東京ね、あんま走らせるところないんすよ。東京はね、土地がないかんね。まあお釣り来るけど、俺1万、2万ぐらい使ったかな、今回のマシンには。お、そろそろ2時間経つんで、もしよかったら、アイテムをお気持ちください。マジで。あー、辛いね。人見知りは、あのね、自分の殻にこもっちゃう人なんだよね。あの、相手をもてなさないと失礼っていう感覚を身につけるといいと思うよ。あの、相手を楽しませることってマナーの一つなんだよ、大人からすると。ハートありがとう、レクチー。マグロさん、お前ら今のランキング元にコナマをもやんけつまらんのだよ。人生晩餐ハートを3個プレゼントしました。あやさんハートを5個プレゼントしました。進撃の富美男、ありがとう。アイテム人生晩餐ありがとう。あやちゃんありがとう。進撃の富美男もありがとうね。富美男ありがとう。バーガープレゼントありがとう。サーズンさん、レイスティンガーってやっこ買おうかな。レイスティンガー、オーデルシュバンクサンバーガーをプレゼントしました。俺が買ったのはビークスパイダー。サーズンさん風船をプレゼントしました。岡君風船ありがとう。俺が買ったのはビークスパイダーね。で、のんちゃんのマシンがこれ、主人公のやつで、これかっこいいよね。シャイニングスコーピオン。これがのんちゃんのマシンね。シャイニングスコーピオン。白と青なんだよ。で、俺がビークスパイダー。なんかちょっとライバルっぽいっていうか、ちょうど二人のセンスが噛み合った。ありがとう。市川のミッチーさん、楽天イーグルスモデルのミニ四駆2000円したわら。見た目はあんま関係ないかな。
ちょっと観葉植物に水あげてくるわ。予算風船を10個プレゼントしました。風船ありがとう。カークンさんでスティンガーってやつこちります。わらわらわら。市川のミッチーさんつか骨男がいる。骨、そうそう、骸骨、スケルトンのスケさん。俺の守り神だね。うちの守り神、スケルトンのスケさんです。スケさんはあのファッションデザイナーでもある。花火上がるまで無言ってやつでしょ。感性が敏感だからな、あいつ。あんなに感性鋭いやつ見たことねえもん。レイスティンガーそんなかっこいいんだ。分かってる。え、俺のビークスパイダー分かってない感じだったの。え、カメがいいじゃん。そういうの好き。やっぱ趣味に没頭する男はかっこいいよね。ちょっとうるさくなるよ。みんなミュート、ミュートじゃないけど音小さくして。ちょっと掃除機かけるから。
イダーにわか？マジで？ビークスパイダーにわかだった？マジか。怒られちゃったよ。にわかだったか。てか掃除機も新しいのにしてな。にわかと。ミニ四駆のパーツが出てきた。結構気に入ってる。こんばんは。どうも。あ、新橋で走らせましょうよ。新橋で。それか、あの、バー行きましょう、バー。ゆるさん、ステーキ、角のある笑顔、数道旅団、角のある笑顔、メンバー募集中、アイテム投げまくってください、登録してください。仕事の依頼、ご支援はプロフィールをご覧ください。定期ありがとう。うん、タイヤとかモーター変えた方がいいっすよ。変えた方がいい。サー君ノーマルモーターじゃ全然ダメらしい。俺モーター変えてないから一緒に。アイテムね減ってるんだよね。やばいんだよね。すげえ減ってるんだよ。ちょっと不安だよ。花火全然上がんない。昨日なんか収入2000円だよ俺。10時間やって2000円だよ。食ってけんのかな、マジで。なんでこんな花火上がんなくなったんだろう。やばいよ、今月。本当にやばい。いや、椅子じゃない、後ろにベッドあるよ。2万かけました、僕。でもタミヤショップで買うのがいいよ。あのアマゾンだとね、わかんないから、パーツはタミヤショップで買おう。一緒に。よし。そうなんだよね。花火上がんなくて全然やばいよ。なんなんだろう。もう波があるからね、人気商売はこれだからやだよね。なんか。大変だよ。何でも正直ワドさんそれ選ぶと思ってて本当に選んでたから笑った。嘘。ちょあやさん大花火が還元に強いらしいですね。カーツンサンタイヤとかカーボンのやつかうわらわら。マジで予言してたの。え、分かっちゃった俺が選ぶマシン。恥ずかしいんだけど。タイヤとかカーボンのやつ。物見た方がいいっすよ、物見た方が。あっち。だいぶ片付いてきたかな。どうなんすかね。いや、補強じゃないですか、カーボンは。俺アルミを使ってるけど、俺はカーボンあんまり使わないで、アルミ？俺のシャーシはこんな感じですね。アルミが多い。前もアルミだし、後ろはカーボンとアルミ？うん、こんな感じですね。僕のは。ローラーもアルミにして、で、ここ？この部分クッションになってるっていう、こう、当たった瞬間こう歪む？クイッと。
サスペンションみたいなのを入れてて、前は。うん、僕はこんな感じにしましたね。かっこいいでしょ？かっこいいでしょ？自分でやりましたよ、段ボール切って。だから失敗しちゃうんすよ。ダマになっちゃって、カー君。やったやった、自分で。多分難しい塗装は。本当に難しかった。ライター、使えるのばっかりだな。なんでライターこんなあんだろう。全部使えるんだ。どうしよう。からの収納はセンスだな。どうしようかな。塗装とかもみんなでやったら面白いかもね。なんかリスナーさんにいてよ、このミニ四駆歴何年って言ったかな、二十何年っていう、つわものがいてミニ四駆のことは僕に任せてください。ダークンさん、俺の塗装やってるやついるから、そいつに頼んで塗装してもらう、わらわら。ずるいわ、人脈使っちゃうパターンだ。ずるいわ、カー君。まあ、それがね、正解だよね。持ちは持ちや。いいなぁ。やっぱ、持つべきものは友達だよな。カー君さん、人脈は財産、わら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 。いや、本当にそう思いますよ。なんか、声かけて、なんか頼める友達。自分の分野持ってて自分も友達の役に立てるっていうのは理想だもん。俺は、なんか、知り合いの経営者の人でお世話になってるナオさんっていう人に頼まれたことがあって、要は、知り合いが困ってると。で、知り合いの知的障害の男の人が行方不明になっちゃったって言われて、ワドをちょっとツイッターで拡散してくんねってお願いされた時は、ありがとうって言われて。だから、もっともっと有名になって、なんか新商品出すんだけど、これ広めてからワド協力してよ、みたいな、そういう役割になりたい。なんか友達の広告塔じゃないけど、友達がバー出したら、あ、じゃあ俺宣伝するわ、とか。もう宣伝塔になりたい。俺の理想は。うん、だからタレント業を極めたいですね。あとはやっぱ、島田紳介さんとか、所ジョージさんみたいに遊びのプロ。まあ遊ぶときはワドをしよう、みたいな。とりあえずあいつのところ行ったら面白いっていう。そういう存在になりたいかな。
愛着湧きますけどね。まあいいんじゃない。なんかね、忙しいわけだからみんな。よろずさんこんばん。おお、よろずさんいらっしゃい。楽しんでて。よろずさんいらっしゃい。大花火常設化したのか。すげえな。こんばんは。カメラの角度、ここが正解な気がすんな。これ見やすくない？どう？みんな。いつもの正面よりこっちの方が良くない？俺、こっから映すのが一番正解な気がするんだけど。釈迦も見えるし。ねえ。画角が広く見えるし。どうだろう？どう思う？みんな。この角度正解でしょ？多分。良くない？今の角度。距離感も表情もちゃんとしっかりわかるし、いいような気がするけどな。どうなんだろう。はい、ワード2いらっしゃい、土下座名人さん。ラッキーさん、ニコナハンの時っぽいね。ニコナハンの時こんな感じだったっけ。覚えてねえなぁ、ニコ生の時どんな角度でやったか。どんな感じだったっけなぁ。こんな感じだったっけ、ニコ生の時って。あ、やば、捨てちゃったよ、印鑑。いった、ああ。いた、いた、いた、狭い。できた、じゃあ持ってきた。
コメント急になくなったね。見てる？角道旅団、角のある笑顔、北海道支部長さん、掃除を見守ってるわら。掃除見守ってんの。いやもう限界だな、めんどくさくなってきた。集中力が持たないね。集中力が。断捨離できるやつすごいわ。整理整頓できるやつすごい。オッケー、ちょっとね、今ね、お金の都合とかでストップしちゃってるけど。高橋さん、そのソファ本革ですか？本革じゃないよ、ダミーダミー。だってこのソファいくらだったっけな？ 3,000 円とかじゃなかったっけ？ 2,000 円か 3,000 円で買ったんだもん。中古でね。手の人ってこだわり強いから物の色とかこだわるよね。すげえこだわる。そう、だから綺麗にし始めたらすげえ綺麗にするまで寝れないタイプ。一回片し始めたらね。はい、ワード2。でもね、物が多すぎるね、ちょっとね。あんまりよろしくない。そうなんだよね。こだわりが強いんだよね。仕事終わり？高やん。カズさん、私はある特定の場所だけが綺麗になると満足する。それ以外は汚くても構わない。俺やりだしたら止まらないタイプだから。俺さ、別に解放にやってもらう前とかの問題じゃなくて、綺麗な時異常に綺麗でしょ。汚くなると止まらなくなるっていう極端なの、昔から。綺麗な時はずっと綺麗、汚くなるとずっと汚いっていうタイプ。はい。なんだ。俺じゃねえか。そういうタイプですよ、僕は。やり始めると止まらない。
角のある笑顔、角道旅団、角のある笑顔、北海道支部長さんバーガーを2個プレゼントしました。おー、バーガー2つありがとう。ありがとうね。金庫買う？なんで金庫買うの？ゆうるさん、ステーキ、角のある笑顔、角道旅団、角のある笑顔、メンバー募集中、アイテム投げまくってください、登録してください、URL 仕事の依頼、ご支援はプロフィールをご覧ください。コンスさん、いつもいろいろ心配してくれてありがとね。パーツーさん、角道さん、金庫買うの？これ金庫あるよ。金庫買わないよ。金庫、さっき金庫にお金の管理してたから多分それのこと言ったんだと思うよ。俺金庫持ってるよ。あの、手提げ金庫ね。なんじゃなくて、あの今日給料日だから給料計算してたの。あのお金引き出してきて、でお金のバランス考えてやってた。今いくら持ってるとか。まずだ、いくらくらいでした？いつはまだだって、そんな急に答えらんないよ。なんでそんな急ぎの案件なの？急に返事はできないよ。カズさん、最近クレカがポイント貯まるから現金使わなくなった。ああ、賢いね。働いてると働いてる実感あるよな。16万、すげえ金庫だな。それあの重たいやつだ多分。すげえ金庫買ったね。本格的なやつじゃん。稼いでるね。カズさん、私もダイヤル回す金庫欲しいったら欲しい。スポーツエココロジカルルメン募集さん、旅団などにはいる条件ありますか？旅団に入るのは条件はない。俺は旅団だって言い始めた。旅団、我こそは旅団であるっていう志の高い人しか入れないから。カーツンさん、指紋認証とかついてるやつ。みんなそれぞれ和道をしちゃって、和道がナンバー。ジャーニーさん、掃除してると小銭が出てくるから嬉しいです。この前、解放が小銭いっぱい回収してくれたから、今回101円しか出てこなかったね。あの、我こそは和道旅団であるっていう、自ら名乗ってください。まあ、和道のことが一番好きな配信者は、和道旅団で勝手に名乗ってます、皆さん。カズさん、指紋認証もかっこいいなら、迷うがアドバイスください。
いや、アドバイスも何もない。手先金庫だっつってんの、俺。まあ、今の時代ね、全部デジタルっつうか、あれだから。現ナマ保有する人って少ないだろうね。家の中に。口座の中に入れとけばいいんだもんね。あやさん、今の金庫、指紋認証好きなんですか？恐怖で叫ぶ顔。すごいね。サーくんさん、指紋認証あると便利ですよ。家庭用なら5万円で指紋認証ついてるやつありますよ。へぇ。カー君とかね、会社とかのお金とかいろいろあるんだろうね。事業用の資金とか。代わりに使ってるわ。かっこいいじゃん。それいいね。それはかっこいいな。私も次の終了日から限定化で保存してやるんだから。現ナマ金庫の中にでも金とか入れておきたいよね。ゴールド分散投資だから。分散投資できるやつはできるやつの金庫の中に金が入ってるってイメージが。できる男は黙ってゴールド。サーくんさん、俺金集めてたのでワット集めれないし、ワット現金もある程度吸収用でないといけないから。あー、今夜は金集めてたな。延べ棒って2000万ぐらい？今。金、だって相当上がったよね。今4000いくらでしょ。だってもっと安かったもんね、金って。びっくりするよ。だって。SPI さん、風道の深夜食堂。別に深夜食堂じゃないよ。やめてくれ。カズさん、金いいね。一番安くて、金いくらから買えるの？金、いや、いくらからでも買えるよ。0.1g から買えるよ。田中貴金属とか。だから財布の中にお守りで入れとく人もいるし、なんかあった時のために。だから、もう、パケに入ってるんだけど、パウチングされてて。うん。1g でも買えるし。0.5 とか、10g でも持ってる人もいるし。こう、延べ棒っていうか、その、板になってんの、金が。ゴールド。視野に流せば速攻金に換えられるじゃん。結構保有してる人多い。はい、ワード2。今掃除中。おー、チェーンアナバーありがとう。延べ棒2000万ぐらいじゃないかな、確か。金全部売ったら、それなりにでかい金になる、わらわらわら。嘘。いくらぐらい？いいんだよ、それ花火に変えても。全部花火に変えて俺にぶっ放しちゃってもいいよ、やけくそで。もうやってらんねえわーっつって。これから和道だわ。あ、いいっすね、コイン。コインだと20万ぐらいすんじゃないかな、多分。いいね。いいよ。でもね、やっぱ本当にできるやつは花火買うから。あ、SPI さんありがとうございます。これちゃんまんにブロックされちゃって見れないんだよね。見るもんなくなっちゃったよ。コイン20万ぐらいじゃないの？わかんないけど。10万は超えるだろうね。重さ的に。金貨。ああ、じゃあ100万超えるか。20万。え、じゃあ400万ぐらいか。多分。すげえな。400万ぐらいか。いいな。金持ちだなぁ、カー君。
バブリーですね、バブリー。だいぶ綺麗になってきた。あとここだけだ。あ、便所太郎さん、捨て頃の契約書だ、これ。捨て頃の契約書出てきた。これ保存しないと。さんけどコインにもいろいろな重さあるから全部がそんな高いわけじゃないよ。あ、そうなんだ。契約書出てきた。STI さん、ステッカーってどこで買えるの？あ、ステッカーは、郵送販売なんで、僕、LINE を公開してるんですよ。なので、LINE にご連絡ください。LINE です。僕の、プロフィールページに LINE があるのをクリックして、LINE で、リスナーの SPI ですけど、ステッカー何枚くださいって言ったら、僕はここに振り込みお願いしますって、全部テンプレ流すんで。よろしくお願いします。やばいやばい、捨て頃だ。捨て頃の書類はね、記念に取っとこう。書類か。大体終わったかな。今日はこの辺かな。大体綺麗になったでしょ。いいんじゃない。のんちゃん起きたの？のんちゃん起きた？今終わったよ、掃除。早っ。大体綺麗になってきた。なんて素敵なタイミングで起きるんだ。天才カノンじゃん。
あれ音切った？コメント読み切った。お疲れ様でーす、ペコポコランドさん。掃除終わりかな。カズさん多い、俺たちの棒読みちゃん返せ。ごめんごめんごめん、今返して。悪い悪い。ペコポコランドさん、昨日会社からカムバック指令。おめでとう、聞いてよ。よかったね。頑張って、応援してるよ。あやさん、皆さん仕事お疲れ様です。仕事したいな。頑張ろうね、あやさんね。え、あや仕事してないの今。え、あやってあやじゃないよね。あやってあや？あやってあや？ロビさん、こんばんは。あやってあの、キツガイのあや？あやってあの、キツガイのあや？違いのあやって失礼だよ。ペコポコランドさん、そうそう。プレゼントしました。ボタンのは。よいしょ。おい、ロビさん、ハート10個ありがとう。ロビさん、バーガーを10個プレゼントしました。おい、バーガー10個ありがとう。ロビさん、いつもありがとう。ああ、別のアイアだよね。ユルさん、綺麗になったね。綺麗になったね。アヤさん、変なアヤじゃありませんよ。変なアヤじゃない。まともなアヤ。おっしゃ、どうだ、どうだろうか。終了で OK？ みんなどう？完成で、これでだいぶスッキリしたんじゃない？だいぶスッキリしたでしょ。まあ、ちょっとあそこの棚見栄え良くしたいけどね。そこの棚が汚いから。どう？ OK？ いいんじゃない？
ちょっと一個だけやろう。模様替えじゃん、お片付け。掃除終わって雑談かな。うん、あ、コメント上手ね。あ、どうだ、これいい感じじゃない。配信は和道さんから見てどう思いますか。いいんじゃない、自由にやろうよ。石野のことでしょ、うん、自由にやろうぜ。本人がそれでいいっつってんだから。いや、ない。この前、解放が綺麗にしたから、ない。断言できる。ないです。解放徹底的にやったから、この部屋。あいつすげえよ。か、ちょうどいいね。鈍行で済ます。三ノンちゃんと復縁したん。俺はリスナーが恋人だから。俺の恋人はリスナーだから。あ、釈迦だから。あと釈迦と、釈迦とリスナーをこよなく愛する男だから、そこんとこよろしく。うん、気持ちいいな、こんだけ綺麗だったな。いや、本当にそう思う。心が綺麗な人は部屋綺麗だよ、やっぱ。うなちゃんマンってね、配信会で一番心が綺麗って言われてんだもん。そう。佐野智則は綺麗でしょ、心が。でしょ？誰がどう見てもあんなに心が綺麗な人いないでしょ。心の綺麗さが出てるよね、部屋にね。カズさん分の母は佐野智則は配信会一心が綺麗って言われてる。どうしようかな、一回風呂入ろうかな。一回風呂入ってそっから配信やろうかな。どうしよう。
さっぱりしたいな、汗かいたから。じゃあ一旦終わりにしますね。皆さんありがとうございました。また見に来てください。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。